山根です。滝沢もプレスをかけていきましたが、今度はスペース、小野沢から今度は山根、山根から米沢だ、決めました。これで5点目、米沢2試合連続。今度は山根から米沢、セレッソ大阪 U23、 これで5対0。後半も早い時間で2得点。ここは今度小野沢から出たボール、山根、山根のこのボール、最後は米沢レイ、見事に走り込んでこの決定力。前節の秋田戦に続いてゴールを決めました。これで5対0です。